ヤマハマジェスティ。マジェスティとは、ヤマハ発動機が製造していたスクータータイプのオートバイであり、シリーズ車種として、排気量別に数車種が販売されていた。マジェスティ2 5十 4HCK は1995年に発売された。それまで販売されていたスクーターとは違い、大柄の車体に大容量、メットインスペースを確保したモデルであり、発売とともにヒット車となる。 1999年にモデルチェンジされた 5GMK5SJK。このモデルはスタイルの評価も高く、その年の自動二輪車における年間最多販売となる大ヒット車となった。また、この頃からユーザーが自分の好みに合わせて外装を取り替えるカスタムを行うようになったことから、メーカー自ら一般車両の外装を変更したカスタム仕様の マジェスティシーが発売され、2007年の排出ガス規制適用まで生産され続けた。2007年5月31日にフルモデルチェンジが行われた 4D9K。車体スタイルはヘッドライトを縦目にタイにするなど、大幅に手が加えられた。エンジンも自動車排出ガス規制に対応するため、フューエルインジェクション装備の最チェシー水冷エンジンを 低回転域のトルクを重視したセッティングに改めて搭載したが新たに装備した電子制御式変属装置との組み合わせで走行感の向上を図っている2012年2月28日のマイナーチェンジではフロント周りが大きく変更されカウルのデザインがユースファール1のイメージとなりメーター及びライトなどの透過類も変更された2017年に メーカーより生産終了が公表されている。グランドマジェスティは2004年に発売された。元は欧州使用者のマジェスティ400であるが、国内では 250cc クラスの方が人気である。ことから、マジェスティよりパワーを上げた 250cc の DOHC 水冷エンジンを搭載し、全体的に性能や機能などを向上させている。 その後日本でも 400cc 版の発売を望む声が高まったことと、二輪オートマチック限定免許制度の開始で 400cc のスクーターが教習車として用いられることから、2005年に欧州使用車を日本向けにアレンジしたグランドマジェスティ400が発売され、教習車仕様も後に発売された。なお 250cc モデルは2007年に生産終了となったが、 400cc モデルは2008年のマイナーチェンジで自動車排出ガス規制に対応させ2009年6月10日にはフロント部分などの車体デザインを変更したイナーチェンジが行われ2016年に生産終了となったマジェスティ125には台湾製造車と欧州使用車の2種類がある台湾車は車体とエンジンの開発を日本の本社が行い 欧州車の車体は、イタリアのヤマハ欧州 R&D センターで開発が行われた。動力性能の違いは、台湾車がスタートダッシュに重点を置いた仕様に比べ、欧州車は高速型に設定されている。台湾車は、台湾ヤマハ記者工業が1998年から製造が開始され、当初はキャブレター仕様のみが製造されていた。 2000年にマイナーチェンジされ、ハザードパッシングスイッチに加え、リアブレーキにパーキング機能を装備。スクリーンがそれまでのクリアからライトスモークにデラックスのボディカラーがツートンからストロボへと変更。翌2001年には全車ウインカーがスモーククリアレンズに変更された。そして台湾現地の排気ガス第4期規制対応のため、 始動性能が向上したヤマハスクーター発となるフューエルインジェクションを採用したマジェスティ125ファイが2002年9月に登場。キャブレター仕様とファイ仕様の2本立てで製造されていたが現地での排気ガス規制をクリアできないキャブレター車は輸出専用となる。2005年にはキャブレター車はラインナップから外されファイ仕様のみとなった。 全長 2065mm と排気量に比べて大柄なボディが特徴的で一見すると 125cc クラスには見えないほどの射角を持っていた。2008年7月にラインアップから外されたが、これは現地の新しい排気ガス。第5機規制が2009年1月より実施されたことや、 主な輸出先の日本でも2008年9月から 125cc クラスの自動車排出ガス規制が強化され輸入販売が難しくなったこと重なったためである。この台湾車は性能の良さに加え車格や外装の高級感の割に価格が手頃なことから当初日本への並行輸入が盛んに行われた。そしてコマジェの通称が付けられるほど日本メーカーにおける 日本国外生産者の存在を国内に広めた先駆的モデルとなった。2004年にはプレストコーポレーションにより日本での正規輸入取扱い販売を開始。しかし2008年騒音規制における原付き西クラスの厳しい新車加速騒音規制値をクリアできず同年販売終了となった。欧州車は国内メーカー初となる欧州現地生産4サイクルスクーター。 排気量を上げた150と180も製造され、エンジンはイタリア、元ウリミナレリ社製で、車体はワイムズ、ヤマハスペー工場で生産されている。欧州車の初期型のリアブレーキはドラムであったが、後にディスクブレーキに改良された。なお、欧州車の 150cc と 180cc は2006年モデルを持って生産を終了し、125cc も現在は、 販売が終了している。マジェスティ S スは2013年10月30日に発売された。この車両は台湾山垣車工業が現地で製造しているスマックスを日本仕様として正規輸入する形での発売となる。車体は全面新設計でかつての125より若干小さくなり足元はフラットボードに変更されたがリアには モノクロスサスペンションを装備した。ホイールは前後ともディスクブレーキ装備の13インチとなっている。なおエンジンは新開発の 155cc で出力 11kW のものを搭載しているが車両重量が 145kg であることから ECER41 から04日本の平成26年騒音規制にあたるにおいてクラスに 原付き2種クラス相当の規制値が適用される。2014年6月には欧州仕様も発表された。欧州仕様者はエンジンのボアを 52mm に縮めて排気量を 125cc とし全面風防を透明なものに変更している。2015年9月には日本仕様がマイナーチェンジを受け2016年モデルとしてリリースされた。本モデルでは タンデムシートのクッション圧変更、前後サスペンションを、欧州仕様と同じセッティングへさら、ポジションランプの LED 球を片側6個10個へ増加し、レンズカットを変更といった改良が施された。また、欧州仕様で、標準装備とされる、ボディマウントタイプの大型スクリーンが、オプション設置され、ハンドルと干渉することなく装着させるために、ハンドル切れ角が48度から45度に、 変更された。さらに特別カラー仕様モデルや創立60周年記念モデルも設定された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。